これ熱いよ、これは熱い。俺これ当たった時にしか見たことない。あー、ケロットバラ、これ当たったでしょ。行け。あ、行った。お待たせいたしました、 ART でございます。当たった、ラッキー。というわけで始まりました、よそいも新たにジャンジャンクエスト2ということでね、本日こちらジャンジャンデルノザウルス、筑波平塚店さんにお邪魔いたしております。でね、僕初登場なんですけれども、1があったんですね。スタッフの方から聞いたんですが、何でも救世施設先輩と、何でしょうかうちのチンピラたちね、この出来の悪さ。2は、予想にもあったんでね、これ、まあ、しょぼすぎるんで、まあ、これ、一人で立ち向かうのもどうかというところでね、タック戦になります。ね、タック戦。で、第1回目となる今回は、私のパートナー、水瀬美香ちゃんに登場していただこうと思います。どうですか、美香ちゃん。おい！おい、ちょっと待ってください。いねえじゃねえかよ。どういうこと？どういうこと？本日収録日が、4月の4日でございます。皆さん覚えてますでしょうかね。4月の3日の夜半、まあ暴風雨でね、飛行機が飛ばないというね、僕も鼻水ダラダラでお送りしてますけれども、まあ、遠方に水瀬美香がおりましてですね、飛行機が飛ばない、そしてあろうことかですね、新幹線もまだ動いてないという状況でですね、ちょっと遅れております。なので、私一人でとりあえずね、私一人で頑張ろうかなとこのように思っております。そして今ね、なんかカンペが出ておりますけれども、このジャンジャンクエスト2、視聴者プレゼントがどうやらあるようなので、その辺も楽しみに、実践の方をご覧になっていただければと思います。早速お店の方に行きたいと思います、ね、会員優先で入場できるそうなので。おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうだろうね、やっぱ、まあ、台数を見る限りですね、まあまあ一般的にまあ、設置台数の多い機種に力を入れてくるであろうということですんで、まあセオリーで言うならば北斗番長でしょうね。それはなんで鉄拳を選んだかというと、詳しいから収録が4月4日なんですよ。4月4日4444なので、まあ末尾2桁ゾロ目、まあこれと迷ってるんですけどね、ぶっちゃけて言うと隣同士で。まあまあ一応こちらでやっていきましょうね。それでは、実践に参りたいと思います。さあ行きましょう。じゃあまず打ち方ですかね。このバーね、バー1個しかないんで、バーを枠上から上段あたりに狙ってください。まあもう打ち方もいいと思うけどね。でチェリーが出たら、中右にもチェリーで、チェリーが一直線に揃ったら強チェですね、揃わなければ弱チェリーと。そしてスイカまで滑ったら、右はね取りこぼさないんで、中リールにスイカを狙うと。スイカまで滑ったらスイカオは強チャンス目 A になりますんで、まあ、打ち方としてはそんなところですかね。まあ、一応中押しするとチャンス目も取れるんですが、中押しするとですね、中段チェリーが見抜けなくなるんですね。
なので、必勝本的には順押しもしくは挟み撃ち、これをお勧めしております。まあ、結構僕はちょいちょい中押しもしますけれども、あとあれですね、ボーナス揃えるときは中押しがいいと思います。まあ、スイカまで滑らなければ、まあ、あんまり意味はないですけど、お、これね最後まで揺れてバーンって出れば相当熱いです。あ、チャンス目だ。アーチ、これアーチ、これ熱いです。あれ、アザゼルはそんなに強い演出じゃないんですけど、これで白系ボーナスが確定ですね。ちなみにゲーム数見とこうか。150で基本的にはバーを狙ってください。あ、でも7枚しかないから狙っちゃっていいですかね。でここで、これね普通レインボーとか赤になったら熱いんですけど、白で当たることは珍しいですよね。154ゲームレギュラー弱チャンス目からですね、投資が5000円です。でレギュラー中は通常時と同じように、ART の抽選をします。ただレギュラー中に限りレア役の確率が4分の1にまで上がってます。だからチャンス目を引けないとあまり意味がないんですよね。お、珍しい、スイカ2回って。ちなみにさっき押したこれ、このチャンスボタン長押しでボーナス感のゲーム数が見られるんですね。で多くのホールさんはですね、 ART でカウントがリセットされるタイプのデータカウンターを使っているので、天井狙いとかするときにはこのチャンスボタンの長押し、これ非常に使えますんで覚えておくといいかと思います。おう、こんな演出で B あるんだ。これはフラッシュ長いですよね。バーゲランからのロングフラッシュは強チャンス目 B ですね。ただなこれ広角中に引きたかったな。仮に定格だったら5分の1です。ボーナスは熱いよ。まあボーナス当たってればリップ角が上がるんで、もう一丁、あ、いった、これ当たったべ、これボーナスだべ。あー、ケロットからこれ当たったでしょ。あ、これ当たったでしょ。失敗して逆転だよね。ほらもうこうなったらね、赤系スーパービッグはほぼないんで、また化けかな。お、スーパービッグだ、ラッキー。赤確定です。あー、ありがてー。まあ、これも設定差のない部分ですけれども、強チャンス目 B から79ゲームスーパービッグですね。追加投資1000円と。ちなみにビッグ中の右上がりベルの ART 当選率、ここにも設定差があります。まあ、ただほぼないに等しいんで、設定6でもまぐれぐらいの確率なんで、でこれが鳴ったら右上がりベルなんですけれども、1回だけ逆押ししてダブル7を狙うと。これね、おしゃれな揃え方を教えましょう。シングルの青7が通り過ぎた時にパンパンパンと押すとちょうどいい感じになるはず。あ、失敗しちゃった。ちょうどいい感じになるはずなので、目押しが苦手な人はぜひ試していただきたい。
ビッグ終了時のキャラ画面、ここに、注目したいと思います。ここね、ここの画面に注目。これは奇数設定濃厚なんだっけな、あのいわゆるラースとキングとアスカ、この基本キャラ以外のが出た時に設定差があるんで、ここにね木人とか、あと岩流かお相撲さんね、これが出れば相当熱いんですけど、まあ、現在、700ゲーム、約700ゲーム消化したところなんで、もうちょっと様子を見たいと思います。特に、ジャックチェリーとスイカの出現率はすごくいいので、まあ、単純に設定差のない部分が引けない、工事のクオリティの低さというところなのではないかというところで、これで早い段階でゾーンに入らないと、一応ねこれは実戦上ではあるんですけれども、当たる時の傾向として鉄拳ゾーンのゲーム数が長いんですよね。で大体10ゲーム前後で終わる場合、これはほとんど外れます。で極端に短い場合も熱いですけどね、鉄拳ゾーンが。いいんじゃない、160、170からね、17、8続くとかなり熱いんですよ、実戦上ですけど。だからこれでいうと、まあ、190ゲーム前後まで引っ張れれば、おっ、キョーチェリーだ。ほんとボーナス当たんねえな。でもおう、今日チャンス目 A ですね、初めて聞きました今日。こっちの方が確率は低いんですけど、あー出現率は高いんですけどね、 B よりも。いやしかしほんとボーナス当たんねえな。あ、これ熱いよ、赤背景で何にもレア役じゃないの、熱いっすよ、熱い。ケロット柄ね、結局追加投資か。お、これ熱いよ、これ熱い、俺これ当たった時にしか見たことない。あー割らなくてよかったのに、まだ疑似連一発はちょっと寒いですね。しかもこの演出は相当寒いですね。あ、でも開いたしスパークしてるんで当たるよね。演出自体は相当寒いんですけど、いけ、あ、いった。お待たせいたしました、 ART でございます。第3戦4月28日ジャンジャンデルノザウルス砦店におきまして、我らがケンちゃんとトラちゃんがデルちゃんを倒しに乗り込みます、はい、ね、まあ若手のホープケンちゃんなんで、うん、まあ、ララちゃんを引っ張ってくれるんじゃないかなと。そうですね、思います。期待しましょう、はい、ぜひお近くの方は2人を応援に行ってあげてください。よろしくお願いします。TR 鉄拳チャンスでございます。そしてあっという間に ART に入ってしまいました。209から ART、 まあまあここで選べるんですけど、何がいいかな、まあ方角とかが一番分かりやすいのはアスカなんですけど、まあ好きな途中でも何でも変えられるんで、まあ基本的に
一番ベーシックなラッシュでいきましょう。あ、リプレイか。まあ、ART に入ったところでですね、乗せられないと意味はありません。おお、あっち、チャンス目ですね。二角です。 B だ、 B。 ここね、中押しするとチャンス目が一枚役で取れるんで、はい、いいっしょ、いいよ。あ、これまあ特殊リプレイなんですけど、多分赤背景ですよね。さっき言ってたビッグ中に言ってた赤背景、これ揃うと今 ART 中なんで鉄拳アタックに入るんですが、あー来ましたよ。これ俺プライベートでもなかなか まあまあ一番いいデビルラッシュの次にいいやつですね。よかった、俺今日見せ場ないかと思ってたから。次の1ゲームこれですね、このゼロゲーム連っていうやつ。次の1ゲームでレバーを叩き乗りまくるってやつですね。やべ、ちょっと興奮して何を喋ってるか分かんなくなってますが、7が揃うたびに最低10ゲーム、白7が揃えば画面にね、画面に白7が揃えば、100ゲーム以上乗ると。そして、継続抽選でマックス 95% です。いきましょう。はい、黄色弱いですね、黄色。これで叩けって言うんで叩きます。で10ゲーム以上ね、青7は10ゲーム以上、赤7だと20ゲーム以上。これね、黄色はちょっとやばいっすね。でちなみに実戦上50ゲーム以上は確定です。もう何ゲームか。おお、ラッキーラッキーラッキー。ああ、もう終わった、マジ逆転して、ああダメですね。ああ、でもとりあえず50あってよかった。あぶねえ。これね、多分ボーナスだと思うんですよね。ですね、青7ボーナスです。スペシャルリプレイね、逆押し青7揃いスペシャルリプレイプラス青7ボーナスです。鉄拳アタック異様にしょぼかったですけど、見せられてよかったっす、とりあえずは。いやー、いい仕事した。もうなんか俺やり尽くしたな。もういいんじゃないかな、ね、終了時の画面ね、キャラクター。あー、まあ奇数ですね、おそらく。でここで、ビッグは一応いっぱいあるんですけど、10から30ゲームですね、ほぼ20。まあラッキーでしょう、20なら。なので先ほどの鉄拳アタックプラスこの20で110乗りましたね。でアスカさんですね、これはアスカラッシュは、お、弱チャンス目、熱いんじゃないこれ。赤背景は当たった、当たったでしょこれ、ほら当たったっしょ、当たったっしょ、嘘だ、当たってねえや当たった、ラッキー。で赤系確定ですね、ここは。あー、いいね、これなんだっけ、何で当たったんだっけ、弱チャンス目だ。吉光リーチはこれ相当熱いし、38ゲーム、赤レギュラー弱チャンス目ですね。ここではスイカを引きたい、こういう時に限って全ベルだったりするんですけど、
ちょっと頼むよ。おい、おいおいおい、マジで、マジで、ジャックはやめてくれ。いやーまずい。まあレギュラーで10は20は乗るんで、まあほぼ10ですけどね、レギュラーは多分これで10乗ってレギュラーで10ですね。まあいいや、まあいいや、しょうがない。あとはね、ひたすら、まあ言っても ART 中の出玉性能はそれほど高い機種じゃないので、あとはビッグを引きたいですね。ちょっと50切ったんで、一応絵的に、絵的にキングいっておきましょう。チェリーだ。おお、やった、レイジゾーンだ。まあ弱性で主に入るんですけれども、これでとりあえず上乗せ確定です。特定枠を引くか、このゲーム数がゼロになるかで上乗せします。まあ稀にハズレとかベルとかリプレイでも上乗せしますけれども、ここはどうしてもスイカを引きたい。レア枠を引けば上乗せ確定になります。あっち、これあっち、ちょっと中押しましょうか。やめて、ここで、まあ、バーが止まったらチャンス目確定なんですけど、スイカでいい。まあチャンス目ですね。あ、しかも B だ、 B、 これ熱いんじゃない。銀だとやや寒いです。で次ベッドで、ベッドかレバーオンでゲーム数が出なければ、要するに大量上乗せ確定と。残念、30ゲームですね。なんならボーナス当たってくれててもいいんだけど、どうなの、当たってねえな、当たってない。お、いいよ、もう一丁。A ですね、強チャンス目、よし。で上乗せ確定です。上乗せ O はボーナス確定ね。弱いな、ボーナス当たってしまえよ。ボーナス当たってるでしょ、これボーナスですね。あ、違う、ボーナスかな。 A8 コンボ、 A8 の続きコンボチャンスの可能性もあります。来たー、144。うわ、これ全部見せられるじゃん俺。レア役で入る続きコンボチャンスは1ゲーム継続ごとに、まあ、50ゲーム以上が乗ると。まあこの背景、第1ボタンで背景が変わるんですけれども、その背景で継続かどうかを示唆します。ただ1ゲーム目は継続確定なので、これは問題ありませんね。レア役を引けばとりあえずは継続確定なんですが、頼む、よえー、あー危ねー、割ってくれ、割ってくれ、割ってくれ、おっしゃー、黄色は大丈夫だと思います。よし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 、いいよ、レア役引こう。ちなみにスイカ引けば100ゲーム以上確定です。青じゃなければ期待できるはず。いやー、まあまあいいでしょう、まあいいでしょう、150なら。
ボーナスですね。油断した。追加でボーナスなので特定ボーナスですね。で赤系のスーパービッコは赤レギュラーが確定です。多分ですね。ラッキーだ、これはラッキーだ。あ、スイカからのスーパービッグは設定差の一番大きいところですね。スイカとジャックチェリーからのな何ゲーム198。キングにしようか。ほらいきなりレア役引いたし、チャンス目 A ですね。強チャンス目 A、 ボーナスでいいよ。チャンス目ボーナス、お熱いんじゃないこれ。来た、これはボーナスでしょう。来た、青7でございます。青7ですね。あー嬉しい。あ、ちょっとレインボーとか出るかもしれないんで揃えるのは待ちましょう。あ、終わってた、揃えちゃえばよかった。青7ですね。234ゲーム。ベストだ、残り1枚ベスト。これで12枚役が立てば一番いいんですよね。まあ立たないと。で、ラスト。あ、これ女3人は、偶数設定が若干ですよ、若干。はい、というところでですね、前半戦終了のお時間でございます。前半戦終了でございます。まあまあ、本編を見ていただければよくお分かりいただけたと思います。前半戦の前半戦はまあこんな感じね。で、前半戦の後半戦がこんな感じでしたというところで、現在プラス96枚。このままいけば初めてデルちゃんにダメージを与えられるというところで、後半戦も頑張っていきたいと思いますね。あ、ミカちゃんね、ミカちゃん、はい。あ、ミカちゃんの情報が入りました。今向かっているというところで、だいぶ近くまで来てるの？あ、そう、あ、わかりました。だいぶ近くまで来てるそうなんで、後半戦はなんとか、間に合うんではないかと。間に合ってほしいなと。間に合ってね、ミカちゃん、という感じで待ちたいと思いますね。それから大事なポイントですね、前半戦、ちらっと前半戦のオープニングでちらっと告知しましたけれども、視聴者プレゼントがあるんですね。その応募方法、こちらに今出てますんで、こちらをご参考にしていただければと思います。それでは後半戦ね、工事のますますこうさらなるこうジャンプを期待して待っていてください。それではまた後半戦でお会いしましょう。さよなら。チャンス、大チャンス、これで1セット上乗せです。入っちゃった。すげえ。